からですね、ドラゴンクエストビルダーズの体験版をプレイしていきたいと思います。もうすぐ製品版の方も発売ということで、楽しみですね。マインクラフトとドラゴンクエストが混ざったような感じのゲームのようです。一章メルキド編、はじめにこのゲームの主人公を作成します。性別、じゃあ女の子、いろいろ選べるんだ。髪、どうしようかな、ピンク。肌は何色かな、この色。ではなんかちょっとあんまりいいかな、私の目が何色だろう、茶色。でもせっかくだから面白い色がいいかな、紫決定。名前は4文字まで。じゃあとりあえず点々はどれ、あ、点々付きの方があったからこれできました。このキャラクターでよろしいですか。はい、あなたの世界を作っています。だってこれってマイクラみたいにみんな違うのかな。よくぞ来た。わしが王の中の王、竜王である。わしは待っておった。そなたのような若者が現れると、もしわしの味方になれば世界の半分お前にやろう。すごい、半分もくれるの。どうした、世界の半分欲しくはないのか。悪い話ではあるまい。ようやく見つけましたよ、あなたのこと。一つの忌まわしい選択が生んだ闇に覆われた世界。今この世界は空の光を失い、力なき人々はただ滅びの時を待っています。全てが失われた世界を新しく作るにはあなたの力が必要なのです。さあ時は来ました。女神、目を開けなさい。へえ、あ、目が覚めたのですね女神。あなた覚えていますか、自分が何者で自分がどんな存在であったのか。そうですか、やはり眠りにつく前のことは何も覚えていないのですね。それも仕方のないこと。いいえ、むしろ今はその方がいいのかもしれません。長い眠りで体がなまっていることでしょう。さあまず自分の体を動かしてみるのです。体を動かそう。左スティックで自由に移動ができ、×ボタンでジャンプ。ジャンプ結構高い、こんなにジャンプできちゃう。忌まわしい選択のせいでなんだか世界が何々。よかった、体はしっかりと動くようですね。これならあなたは自分の役割を果たすことができるでしょう。長き眠りから覚めたあなたには果たすべき重大な役割があるのです。あなたが果たすべき役割、それは、え、何ですって。役割はともかく体がだるい？確かに体力が減っているようですね。長い眠りの中で奪われていたのかもしれません。ではこの白い花びらを拾ってみてください。あなたが持つ力で体力を回復してみましょう。白い花束、花束じゃ、花びら、何これ、ティッシュみたいだよ。初めて白い花びらって、初めて白い花びら、白い花びらね、白い花びら拾いましたね。 OK、 あなたは素材から武器や道具を自分の手で作り出す力を持っています。そこにある切り株が作業台できそうです。手に入れた素材で傷薬を作ってみましょう。アイテムを作ろう。すごい、作業台ってことだね。作る、傷薬、
白い花びら。できた。簡単にできます。それこそがこの世界であなただけが文字特別に私だけなんだ。すごい。作った傷薬を早速使ってみましょう。三角で使う。お、回復した。これ面白い。傷薬はあなたが自らの手で作り出したもの。この世界に生きる人々は通るきっかけで物を作り出す力を失ってしまいました。女神あなたに与えられた責務、それはみんなを助けるのかな。え、何ですって。これ責務でいいんだっけ。債務じゃないね。責務はともかく早く広い世界に出たい。おお、それもそうですね。ではこの穴蔵から出るためには芝を作りましょう。さあ、まずはこの太い枝を拾うのです。え、拾うの楽。ただ上歩くだけでいいか。あ、マイクも一緒かな。手に入れた太い枝を素材にすればヒノキの棒が作れるんで、ヒノキの棒を作ってみよう。初めて武器を作り出しましたね。人はかつて物を作り、道具を使ってその輝かしい文明を作り上げました。その文明の証といえる武器も今あなたにしか作り出せないのです。女神をあなたに課せられた使命、それは。なんかさっきから、え、なんですってってが多いけど、使命はともかくまずは世界、外の世界が見たい。外行きたい。丸ボタンでメニューを開き、ヒノキの棒、そう、ヒノキの棒ってあれなんだ、武器なんだ。どこどこ、持ってない、装備、これか。装備、ヒノキの棒装備できました。人々の願い、夢、希望、そして未来を背負っているって。果たすべき任務、それは何。あなたはまさか眠っているのでは。確かに揺れてる。仕方ありません。やはりまずはここから出た方が良さそう。では外に出る足場作りのために周りの土を崩し拾い集めるのです。四角10個、土ブロックを手に入れて、で、かわいい声が出てる。10個溜まってましたね。よし、三角で積むと。そういうことか。何、骸骨調べる。丸が出るの。よし、かすれていて読めないって。これも外に出ちゃったら戻ってこれないかもしれないから、あれ、わ、間違った、ここに置いちゃってるよ。四角、あ、花束もいっぱいあったね。よかった、拾っておこう。このままダメかな。面白い。ちゃんと必要そうなものないか見てから。傷薬も作っておこうかな。もうこのお墓なんだろう。かすれていて読めないか。じゃあ作る。松明も作れそう。待って、
でも全然持ってないんだ。とりあえず傷薬、傷薬を1個作った。とりあえずもう1個は取っておこう。さあ早速これ四角で置くんだっけ、違う、三角か。 OK、 これで外に出る。教えてくれるからいいですね。うまく外の世界に出ることができましたね。これからあなたが目にする世界、アレフガルドはとあるきっかけで光を失い闇に覆われた世界。光なき世界に生きる人々は物を作る力を奪われ、今や文明も知恵もなくしてしまっています。あなたに課せられた重要な使命、それはあなたが持つ物作りの力で人々を救い、アレフガルドの世界を復活させることなのです。まあ、ただ、何ですって、急に世界を救えと言われてもピンとこない。確かに目覚めたばかりのあなたには少し急な話なのかもしれません。ではこうしましょう。あなたはあなたが持つものを作る力で、あなたの自由に思い描いた世界を作り出してください。そうすればおのずと自らの使命も果たすことができるでしょう。そして自分自身で確かめるのです、世界に何が起きたのか、そして自分の役割が何なのか。私は大地の精霊ルビス、すべては精霊の導きのままに。最後に一つだけあなたに忠告しておきます。女神よ、あなたは勇者ではありません。このことだけ忘れないでくださいね。勇者じゃないんだって。あ、スライムがいた。何これ、かわいい、動いてる。メルキド高原、すべてを破壊された大地。ちょっとなんか人がいなくてモンスターばっかりですね。音楽も悲しい。ここはかつてメルキドと呼ばれていた場所。はるか昔この地には固い城塞に囲まれた巨大な町がありました。魔物との争いでそのすべてを破壊され、今や見る影もありません。女神よ、あなたが持つ物を作る力でここに新しいメルキドの町を作り上げ、アレフガルド復活への第一歩とするのです。そのためにあなたにはこれを渡しておきましょう。何？すごい魔法。その希望の旗を持ってあそこに見える光差し地を目指しなさい。その旗はこの地で魔物と戦った人々が最後まで掲げていた旗です。あの地に希望の旗を立てれば地下に光があふれ、メルキド復興の拠点となるでしょう。さあ、あの光のもとへ向かうのです。あそこに向かうんだって。そんなに遠くないですね。お、作業台、いろいろちょっと探検したい。えい、まずは上に登ろうか。ちゃんとなんか明かりも、お、すごい壮大。ここをどんどん冒険していくのかな。あそこになんかいる。とりあえず向かっちゃう。あ、なに、びっくりした。